スーサ・ベージ・ランボーは、アメリカ合衆国の心理学者、霊長類学者である。コンピュータのキーボードを使用した言語、ヤーキッシュを使って、二頭のボーノボ、漢字とパンバニー社の言語能力と認知能力を調査した研究で知られている。オクラホマ大学で修士号を取得し、1975年に同大学で博士号を取得した。 1997年にはシカゴ大学から2008年にはミズーリ州立大学から名誉博士号を授与された。サベージランボーとボノボの漢字、パンバニーシャヤーキッシュで、サベージランボーを表す文字サベージランボーは、ボノボを使って言語研究を行った最初の科学者である。ジョージア州アトランタにあるジョージア州立大学言語研究センターで23年間研究した。 あと、2005年に、アイオワ州デモインのアイオワ霊長類学習サンクチュアリに参加し、2013年11月に退職するまで勤務した。2011年には、タイム誌の世界で最も影響力のある100人の1人に選ばれた。退職後は、ボノボホープの理事を務めている。LRC では、霊長類を研究するための多くの新技術を開発した。 その中には音声合成が可能なキーボードがあり、動物が言語を使ってコミュニケーションを取ることができるようにした。また、ヒヒトレイ鳥類が扱いやすいようなコンピュータベースのジョイスティック端末を開発し、様々なコンピュータによるタスクを自動で提示できるようにした。このセンターで開発された記号の獲得、話し言葉の理解、簡単な公文構造の解読。 数と量の概念の学習、複雑な地覚運動タスクの実行など、ヒヒトレイ鳥類の能力に関する情報は、人のヒヒトレイ鳥類に対する見方を変えた。人の子供と同様に自発的に言葉を獲得した、最初のルイジンザルである漢字との研究は、1993年に、モノグラフス・オブ・ソサイティ・フォー・リサーチ・イン・チャイルド・デベロップメントで発表された。 ランゲージコンプリヘンションインエイプアンドチャイルドに詳述されている。この論文は1991年にミネソタ大学認知科学センターが発表したミレニアムプロジェクトで20世紀の認知科学の中で最も影響力のある研究トップ100に選ばれた。言語は人に限られたものではなく他の類人猿でも学習可能であるというサベージボーの言語に対する見方は 言語学、心理学、その他の脳や精神に関する科学の研究者からは、一般的に批判されており、受け入れられていない。例えば、認知科学者のスティーブン・ピンカーは、ザ・ランゲージ・インスティンクトの中で、サベージ・ランボーラの立場を強く批判し、漢字をはじめとするヒトレー,チョー類は、言語の基礎を把握できていないと主張した。フィナンシャル・タイムズが身の取材で2001年に、 サベージランボーの元を訪れたアレクサンダー・フィスク・ハリソンによれば、サベージランボーの研究手法は、フランス・デュバール・ラッタの研究者が取る臨床的な手法とは異なり、ルイ・ジンザルを生まれた時から飼育し、言語的な世界に没頭させるというホリスティックなアプローチを取っているという。テラス・エトールの分析キャンアン・エイプ・クリエイト、エーセンテンスによれば、ルイ・ジンザルは文章を作成しない。 ルイジンザルは模倣の段階から進んだり、平均分の長さが長くなるにつれて、複雑さを増した文章を作り始めたりすることはない。意味があるように見える、創造的な組み合わせも、分析すると、より単純な非言語的特性によって説明できる。トンプソンとチャーチによる、アンエクスプラネーションオブザランゲージオブ、エイチンパンジーでは、動物による文章様のものの生成の説明として、 連想体学習とその後の強化を指摘している。2012年9月、12人の元従業員らが世話をしていたボノボをサベージランボ暴が虐待していたと主張し、サベージランボ暴は休職に追い込まれた。しかし、その年の11月に復職した。その後、アイオワ霊長類学習三口アリを離れて、ニュージャージー州に移ったが、エイプコングニションコンサーベーションイニシアティブとの 法的な争いに巻き込まれている。ありがとうございます。